フランツフォン・バイロスは、オーストリアの商業芸術家、イラストレーター、画家、デカダン派に属し、エロティックで、感能的な作品を多く残した。蔵書表の制作でも知られる。バイロスは1866年に、オーストリア帝国ザグレブに生まれる。17歳で、ウィーン美術アカデミーに入試に合格し入学。すぐに、その優雅な社会に溶け込み、 ヨハン・シュトラウス2世と交流、彼のママ娘と1896年に結婚。翌年ミュンヘンに移り1904年に初の個展を開催し成功する。1904年から1908年の間、パリやイタリアなどを回り、研究を続ける。1911年、画集、化粧台物語が歪説罪で、ミュンヘン警察から告訴される。 ウィーンに戻るが馴染みを感じず、また、第一次世界大戦が勃発しその作品に暗い、影を落とすようになる。1913年に二度目の結婚をする。1921年、新曲をテーマに水彩画を発表した。バラの画家、サし絵を塔とも呼ばれた。バイロスは1924年に、ウィーンで、脳一血のため高い。バイロスのエロティックな作品の例。 ありがとうございます。